第1試合を行います。選手会議です。まず入場するのは城野優子、六甲学院高等学校ボブテイルズです。対戦相手になります。関西学院高等部ファイターズが守らせることになります。青のユニフォーム関西学院高等部ファイターズ。令和5年5月4日、場所は神戸王子スタジアムにて、第52回関西高校アメリカンフットボール選手権兵庫県予選の準決勝、関西学院高等部ファイターズ対六甲学院ボブテイルズの試合がまもなく行われます。試合開始12時30分キックオフ予定です。両チームオープニングセレモニーを終えまして、まもなく試合開始となります。皆様こんにちは、道楽やりちゃです。本日は高校アメリカンフットボール選手権兵庫県予選準決勝をお送りしております。この依頼は月曜からアメとパーニー私の弟子になりますが、彼の依頼によりまして高校アメリカンフットボール協会兵庫県の許可を得まして実現しております。さあ両チームフィールドの中に入りまして、まもなく試合開始前のコイントスが行われます。
両チームキャプテンがフィールドの中央に進みましてコイントスを行います。この試合に勝利したチームが本大会出場の権利を得ます。さあコイントスにより選択権は六甲学院が得ました。その選択権をあえて前半は使わず後半開始時に選択する形に切り替えました。選択権は関西学院に委ねられました。六甲学院キックオフ、関西学院リターンで試合が始まります。この試合は1クォーター10分の正式計時で行います。さあ試合開始前のウォークライハードルが解けまして、まもなく試合開始となります。この試合に先立ちまして中学校のアメリカンタッチフットボールの試合が行われまして、この弟部になる関西学院中学部が見事に勝利しまして3回戦進出を決めております。さあその先輩格にある高等部、この試合に勝利して全本大会出場の切符を手にすることができるでしょうか。はたまたここまで苦杯を舐め続ける六甲学院がこれを倒し悲願の本戦出場になるでしょうか。まもなくキックオフです。六甲学院キックオフキッカーは12番の選手が入っております。さあこのキックオフどうなるか、リターンに入った。しかしこれはキックの位置が素晴らしかった。関西学院10ヤードを超えたところでボールデッド。この位置から関西学院の攻撃と変わります。キッカーは18番でした。18番の湯浅、素晴らしいキックでした。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回で10ヤードを前進し攻撃権更新とするか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずは関西学院の攻撃となります。ボールオンは自陣12ヤードから関西学院ファーストダウン点1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は10ヤード。まずは中央のランプレー。さあパワープレーによる突破を図りました関西学院。六甲学院これをなんとか押し返し3ヤードのゲインでとどめております。まずは関西学院確実にランプレーから入りました。これにより倒したところまで3ヤードまで前進し、関西学院セカンドダウン2回目の攻撃に入ります。関西学院セカンドダウン7、2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新、必要距離は7ヤード。さあ再び中央のプレー。関西学院地上戦でまず攻撃を展開していきます。今度はブロッカータイプとして入っていましたフルバックのダイブプレー、キャリア33番、体をねじ込むようにしまして約4ヤードゲインとしています。これより関西学院は残り3ヤードの状況に入りました。
キャリーしました。ランニングバック33番は川村。さあ関西学院サーダウン3、3回目の攻撃です。攻撃権更新、必要距離3ヤード。パス不成功。ここでクォーターバック、オフェンスチームがボール開始点より後方より1回だけできる前パスを敢行しました。ターゲットは6番、しかしこのパスをキャッチできず、パス不成功に終わっています。パス失敗ですとボールは元の位置に戻され、次の攻撃に変わります。従いまして関西学院フォースダウン3の状況となりました。関西学院フォースダウン3、フォーメーションを変えます。パンプフォーメーション、キックによる陣地挽回図ります。パントはキックによる攻撃放棄となるプレーです。さあ六甲学院リターン試みるが、しかしこれは関西学院カバーよく、六甲学院陣 40ヤード付近でボールデッドとなりました。しかしここで攻守交代となります。今度は六甲学院ボブテルズの攻撃に変わります。このようにアメリカンフットボールは4回の攻撃権を生かし、それを継続するか得点を奪うかの奪い合い戦いになります。4回目の攻撃はリスクが高いため、このように陣地挽回を図るパントプレーを使うことが一般的になっております。結果的に攻撃権は変わりまして、今度は六甲学院の攻撃になります。六甲学院ボブテイルズ自陣39ヤードからファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。同じく攻撃権更新、必要距離は10ヤード。さあプレッシャーくる、クリーサーク。ここで六甲学院クォーターバック41番パスを投じようと右に流れましたが、ここを関西学院が殺到しまして、キュービーサーク、パスを投じる前に倒しました。約11ヤードロスを奪っています。六甲学院最初の初手で一気にパスによる陣地挽回を図ろうとしましたが、これを裏を返されて大きなロスを奪われる形になりました。アメリカンフットボールは前進をゲイン、後退をロスと表現します。これにより六甲学院セカンドダウン21の状況で次の攻撃に入ります。今度は中央へのランプレー、確実に距離を返そうとしましたが、しかし関西学院のディフェンス厚く突破なりません。キャリア26番、約2ヤードのゲインで倒されました。六甲学院サーダウン18、ボールオンは自陣31ヤード。さあこの3回目の攻撃で18ヤード獲得なるでしょうか。六甲学院さあクォーターバックが流れてるからパスを通した、パス成功。非常に厳しい状況でしたが、これをワイドシーは見事に競り合いながらキャッチ決めました。しかしわずかに攻撃権更新には届いておりません。フォースダウンとなります。しかし素晴らしいキャッチでした。競り合いながら見事キャッチしましたのは六甲学院の99番、田中。チームのタイトエンドはここで素晴らしいキャッチをしまして、フォースダウン、しかし残り3ヤードの状況になっています。フォースダウン2ヤードに訂正いたします。六甲学院フォースダウン2、パントフォーメーションを選択しました。ボールオンは自陣47ヤード。さあトリッキーなプレーでしたが、しかしパントしました。このパント転がりよく関西学院陣25ヤード付近でボールデッド、この位置で攻守交代となります。まず双方とも最初のシリーズはパントという形に終わりました。互いにしかし拮抗した展開が期待される序盤の双方の攻撃でした。さあ2回目の攻撃に関西学院入ります。神様、東屋おじさん様、あるある様、メッセージありがとうございます。関西学院、六甲学院ともに奮闘をするただいるレールが今殺到しております。その声に応えてほしいものです。関西学院ファーストダウン10。
関西学院はジェットモーションセーブ、1人だけ動かしていいオフェンスの選手をそのまま横にフルスピードで突破させ走らせながら一気に持たせるオープンプレーを展開しました。これが決まりまして約8ヤードのゲインとしています。左方向は大きく左オープンサイド8ヤードの選手セカンドダウン。まず関西学院は横へ揺さぶる形で試合を動かそうとしています。関西学院セカンドダウン2、ボールオンは自陣31ヤード。さあ今度はパスプレー、さらに行きます、ナイスラン、ファーストラン。ここで関西学院がワイドレシーバー17番にヒッチパス、真横に投げる形の前パスでそこからキャッチアンドランを図りました。これに鍛え17番見事なランで攻撃権更新です。関西学院ファーストラン、素晴らしい走りを見せました。関西学院17番は鹿島、これにより関西学院の攻撃権は1回目にリセットされます。関西学院相手陣46ヤードからファーストダウン10。ここでウォーターブレイクが入ります。アメリカンフットボールは審判団の判断によりその時の天候及び気象条件によってクォーターの半分でタイムアウトを取ることがございます。本日は5月ですがかなりの高温になっておりまして熱中症対策として審判団がタイムアウトを入れているようです。さあ序盤双方ともにその最初のシリーズ得点には結びつきませんでしたが関西学院2回目の攻撃でその突破口となる展開を現在展開しております。相手陣入った状況でさてここからどのような選択をするでしょうか。対しまして6校はこのシリーズを抑えまして再び反撃の機会を得るでしょうか。ウォーターブレイク解けまして試合再開となります。関西学院相手陣46ヤードからファーストダウン10。パスプレー、これはパス成功。ウォーターロック左に流れながらワイドレシーバー3番へパスを投じましたがこれは六甲学院見事にディフェンスしましてパス成功に終わらせています。前パス失敗ですと攻撃権は一つ失い次の攻撃に変わります。従いまして関西学院セカンドダウン10。マンバー様メッセージありがとうございます。先ほどのプレーに交代違反はなかったかということでしたが審判団はそのようなジャッジはしておりませんでした。関西学院相手陣46ヤードの状況にあります。さあ今度は中央のランプレーだがこれはロックをナイスアガスト、中央突破図らんとボールをハンドオフして密集点突破させましたがしかしこれはロックを63番が対応しゲインは約3ヤードにとどめています。六甲学院63番は吉川、チームのバイスキャプテンです。関西学院相手陣38ヤードからサーダウン7。さあクォーターバックサウルパスを投じる、パスでこうファーストフォーターバック3番、プレッシャー感じながら中央へのパス、これをワイドレシーバー17番飛び込みましてキャッチして攻撃権更新です。関西学院ファーサー見事パスを投じました。クォーターバック3番は高須貝取りました。ワイドレシーバーは17番柏、素晴らしいホットラインを見せました。これより関西学院相手陣28ヤードからファーストダウン10。
けていく。ナイスファースター。ランニラック27番トスを受けまして左オープンへスイープレイ。相手ブロッカーを見事にすり抜けます。ブロッカーそしてディフェンスをすり抜けまして見事攻撃権更新です。関西学院ファースター、見事な走りを見せました。ランニングバック27番は三浦でした。今津中学校出身。現在フィールド上に負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが入っています。関西学院ここで前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることが許されています。まずは関西学院、ここを勝負どころと見たか、ここで1回目のタイムアウトを取りました。さあこのタイムアウト、関西学院どのような作戦を立てたでしょうか。関西学院先ほどのプレーにおいてボールオンは相手陣8ヤードに入っています。従いまして関西学院ファーストアンドゥゴール残り8ヤード。さあ残り4回の攻撃でタッチダウンを狙います。ロッコーナイスです。ここで関西学院はオプションプレーでランニングバック31番にピッチしました。しかしこれをロッコー学院26番素晴らしいアジャストをしてロスさせていますが、しかしイエローフラッグ反則が発生しています。審判団によりフィールド上に黄色いウエスが落とされますと反則発生を意味します。オフェンスの反則です。イリーガルフォーメーション、不正な体型でオフェンスを展開しました。しかしこれをディフェンス側六甲学院取りません。プレーを有効としロスさせました。従いましてセカンドダウンに関西学院変わります。ボールオンは関西学院相手陣13ヤードにセットされました。関西学院セカンドダウンとゴール残り13ヤード。ここでジェットモーションスイープを展開します。スピードに乗ったワイドレシーバー8番右オープンをランプレー。ディフェンス選手が殺到する中それを大きくまくりまして前進しております。しかしサードランに変わります。素晴らしいランを決めましたのは関西学院の8番中辻。失礼しました、表示に誤りがありますが現在サードラン2ゴールとなっています。関西学院サーダンドゥゴール残り6ヤード。さあ中央のアンプレーはどうか。ロッコを踏ん張ります。フォースダウンに持ち込みました。大幕ゴールの中央を突進しましたが原因はありません。関西学院フォースダウンドゥゴール残り5ヤード。フォーメーションを関西学院変えます。キックフォーメーションフィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。キッカーは6番の中。キック成功、3点獲得。
関西学院高等部ファイターズ3点、六甲学院ボブテイルズ0点。まず関西学院がフィールドゴールで先制を挙げる形になりました。アメリカンフットボールの得点方法は大きく分けて2通り。ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチアー、プレースキックをゴールポスターに蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチアーですと6点加点になります。さらにタッチアーはその後にワンプレーの追加があり、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点加点となります。これと自殺点となります自陣で倒されるセーフティーを加えますと、得点パターンは2点、3点、6点、7点、8点の5通り。この足し算により得点が構成され、引き分けが起こりにくい試合形式になっています。そして試合は先ほど得点を挙げた関西学院のキックオフで再開です。アメリカンフットボールはラグビーと違い、得点を挙げた側のキックオフで試合再開となります。さあ6個リターンに入る、中央へ切り込んでいく、さあまだ行く、空いている、抜けた、ナイスカー。ここで六甲学院8番、1回密集点に入り潰されかけながら、そこで右にバーンアウト、素晴らしいステップワークで自陣45ヤード付近からの攻撃を得ました。ここから六甲学院の攻撃となります。素晴らしい粘りあるリターンを打ちました六甲学院。8番は奥田、さあ六甲学院自陣46ヤードの位置からのファーストアウト10、パス不成功。クォーターバック41番プレイアクションから右ロールアウトし、ワイドレシーバー7番にパス、密集点にありまして、このパスはしかし不成功。パス不成功でセカンドダウンに変わります。六甲学院自陣46ヤードからセカンドダウン10。ここでスタチューオブリバティ、クォーターバックフェイクからパスを投じると見せかけ、背中越しにハンドオフしました。ランニングバックその胸を突く形の動きから好ゲインを果たそうとしましたが、しかしこれは関西学院素晴らしいアジャストしまして、ゲイン1ヤードにとどめています。さあ奇襲を展開しようとして状況打開を図る六甲学院、ボールオンは自陣47ヤードからサーダウン9。パスを投じようと下がりましたが、ここでスリップ仕掛け、急遽スクランブル、緊急発進のランプレーに変えました。クォーターバック41番、これにより約6ヤードゲインしておりますが、しかしフォースダウンに入ります。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、関西学院高等部ファイターズ3点、六甲学院ボブテイルズ0点。攻守方向入れ替え、第2クォーターに移ります。